皆様にご報告があります。私先日子供が生まれましたということで、今日は3人の先輩にいろいろアドバイスをもらえたらなと思っております。奥さんから何回太ったって聞かれても痩せてるよと言ってあげてください。奥さんから何を言われても世界一可愛いよと伝えてください。もし不倫しててもそれは否定してください。もっと我慢したい。始まりましょう。おはようございます。おはようございます。いやいやいや、ね、まあ見てる方はもうね、時が経っていると思いますが、私たちは2024年一発目の、はい、ということでね、はい、初ガマゴリでございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで本日はね、日本財団会長杯争奪戦の優勝戦の日ということでね、本年一発目やっていきたいと思います。まあ初ガマにふさわしい、プラス優勝戦にふさわしいゲストの方が、そうなんですよ。そうなんですよ。うん。前回栗山さんお休みしてた時に入院してる時に一度、はい、ああそうですね、うん、こんなに完膚なきまでにやられるのかってぐらい。それどっちの意味やられた？全部でやられました。まあそうね、でも負けて、はい、もう負け、暴力でも負けて2つの暴で負け、言葉でも負けて、はいはい、そうだね、何も勝ちましょうよ、今日今日 やってやりましょう。え、そうなんて、はい、なんてやってるえ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、アーチやってみますよ。いいね、アーチ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 、いつまでもやられっぱなしじゃダメっすよ。あの人で、あの人にアーチするのは目標にしよう。いや、でかいね、ビビってじゃないっすよ、でかい。僕らが取って、あの方が外しててアーチやらないわ、もう違います。いや、それやるよ、やるよ、やるよ、アーチやろう。あれ一人だけなんかちょっとビビってるのないっすか。お前ビビってんのか。ビビってないですよ。あいつ一回遅刻して、なんかなんか悪いことじゃないかな、なんかないかなと思って。いつもよりタバコの本数多かった気がする。普段でも多いのに。そうね、吸っちゃいましたね。まあでも、ショーの、はい、あの今現状チャンピオンを崩すっていう僕らのあれもありますから。そうなんですよ、プラス、はいはい、結局勝たなきゃなんないですよ。そうですね、16万ぐらいの差なんで。16万見えてきますからね。ちょっと下がったんですけどね。いやもう君が負けてこっちがどんどん勝ってるから、うん、そっか、ね、うまいことできてるよ。俺との差は大丈夫。本当ですか。4-7らしい。ああ大丈夫。もう今アーチだけ狙ってる。今日はアーチだけは大物へのアーチ、はい、いや本当ね、今日はね、もう前回確かにもう全ていいとこ持ってかれましたから、はいはい、我々レギュラーメンバーの力を見せていきましょう。それでは2024年一発目いきましょう。お願いします。ガマゴーリムーンライトポルトクラブがサービス開始。ボートレースガマゴーリをお得に楽しもう。さあということで第2レースから我々始めていきたいと思うんですが、本日のゲストこちらの方でございます。えいー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。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 2回目がまさかあったとは。いやもう何回でもぜひ。いやもうぜひ。すいません、ぜひじゃねえ。はい、前回だって休んだよ。前回休んだ。確かに休んだっていう言い方はちょっと語弊が。まあ休んだんですけど、隊長、あの入院してました。すみません。それでも来るべきじゃない。風邪とかで腸に穴開いてるんですよ。腸に穴開いてここガマゴリ来れないです、さすがに、ね。ちょっとね。なんであなたとは初めてなんですよ。はい、お願いします。本当に。
あ、まあそうですね。で前回ボコられたらしいんだよ、うち。うちのメンバーが。いやいや、すげえ頑張ってましたよ。え、頑張った？はい。バースデーだっつって。あったんすけど。全然刺さなかったです。でも今年チャンピオンだもんね、今のところね。今のところそうなんですよ。今のところ勝った。そうなの、はい、プラスで来てますよ、はい、これ。もう装備が違うんで、はい、全部チャンピオンなんで豪華セットと。あのただあれね、当てがわれてからすこぶる成績悪くて、もう、うん、ちょっとね、はい、全敗です。呪物って言われてるもんね。呪われてますかこれ。ということでね、大事ですからやっていきますけども、うん、仕事がね、笠間選手でございます。そして森野選手で、女性の宇野選手、後藤選手、相馬選手、渡辺選手というメンバーの第2レース。ちょっとスッと始まったから俺何目指せばいいんですか。なんかあんなもんね、チャンピオン、あんなもん言うじゃん。俺何やねん、推薦障害が始まった。確かにね、何目指すの。そう考えたらゲストの方来られた時に何目指すはないっすよね。まあ、特にあの、まあ、楽しんでてもらえればいいんですけど。一応あります。番組的には5万円のプラスすると、はいはいはい、あの賞金が出るっていう。個人か、それとも全員で。いや、個人です。個人で、はい、ああ、なるほど。いや、目の前のものを目指して。いや、木村さん、もう盛り上げてください。あの、はい、すいません。じゃあ俺は調子の人に乗ったりすればいいわけ。あ、そうそう、全然あり、そうです。だから全然あり。今だったら翔くんだってことだね。そうです、そうです、そうです。わかりました。はい。ということでね、まあ、第2レースですけど、まあ、一応このホームページ上だと、1号手笠間選手、モータバー8、そして4号手後藤選手、9、この4課の後藤選手、この9っていうのは気になりますよね。やっぱり4号手強い選手ですからね。怖いですよね、うん、ここね。まあ、ただ宇野選手スタート早いですから、波動受けにはなるのかなっていうところ、うん、逆に慣れないなら穴出そうだなっていう。まあ、宇野選手が止めちゃえば2号艇の森野選手あたりがスポット、うん、まあ、刺すっていう展開、まあ、これがやっぱオーソドックスに、まあ、なりそうですね。木村さん、あの誰に乗るかって話してましたけど、最近もう僕らもう全員の切っていくみたいな感じになっちゃってます。どういうこと。あの抜け目をいかに美味しく食うかみたいな、シェフって言い合ってるんですよ。あ、確かにやってた前回。そうだ、リッチはマジで勝てない。鉄板のシェフです。鉄板で、まあ、でもさ、説明聞いてるとなんかすごい。いや、だから毎回言われますけど、いや、もう腕はもうミシェルなんです。マジで、マジで来ないんだ。外れそうな時点でもシェフじゃないですよ。だから、あの聞いてて、あ、それかもなって思わせる時点で一流なんですよ。そうです。でも来ないんですよ。来ないです。でも同じカテゴリーですよ。あ、見たこれ言ってんのか。あ、順位はね。いや今日は空側ですよ。俺そのボートをやるの初めてなんですよ、この人。でちょっとこの人に乗ってみたいなって初めてでしょ。はいはいはい。だって子供まで生まれて。あ、確かに勢いがね。まあ今ね、はい、それは違いますよ。それはもう全然違いますよ。今乗ってますよ。昨日も一緒だったんだよ。はい、はい、俺、あ、この子供の写真自慢されたんで俺に行きませんって。あ、ちょっと怖い。いや、なんか、はいはいはい、初めて人間よくない。いやいや、木村さんがちょっとへこんでたからですよ。元気つけようと思って、なんか一緒にモンキー打ってて、はい、木村さんがクリー、俺モンキー向いてないかも。あんだけハマったんすか。まあ、今節の調子を見ると1号手笠間選手が逃げ切るのはちょっと厳しそうかなと、オール4着という成績ですね。そうだね。で森野選手も A1 でやはり名のある選手ですけど、今節1等取れてないわけですよね。インからも逃げれてない。この足はかなり厳しそうだと。でもレース見てるとなんか良さそうな感じはあるんですけどね、ピッチーさん的には。私はまあ宇野選手行きたいかな。森野選手がそこまで良くないんであれば、ちょっと笑ってますね、今早くも。ちょっと話した方がいいでしょ。イッチさんを軸に買ってるんで。いや、俺も今宇野選手行きたかったんですよ。いや、そうなんですよね。今塩コショウしてるところなんでやめてください。私が塩コショウをやってるところなんで。もうちょっと絞ってほしい。まあ、宇野選手がスタート行って一番に今飲み込んで、まあ、後藤選手まくり差しとかあっての、ああ3-4-4-3みたいな。で森野選手がこれ止めるとなると、まあ本命の2-1-2-3あたりになっちゃうかなと思うんですけど、面白いのは3番突き抜けで5番6番とか入っちゃってくれたら後輩と。なるほど。っていうと思うんですけど、3ガルメ着せるか。もう一人のシェフにも聞かないとね、これはね。これイージーです。お今よイッチーさんは、はい、3と2と4でしたっけ。そうですね、その辺ですね。消してくれました、はい。うん、
イン逃げです。おここで、はい、2が壁になっての逃げ。高いよね多分これってことだと思うんですよ。多分ね、まあ高い、かそこを軸に行こうかなと思ってます。20倍以上が大体あるんで、はいはい、あこれ僕は分かりました。ピンときました。はい、あのイッチーさん3って言ったじゃないですか。はい、3来ないですよ、うん、で、インって言ったじゃないですか。インインなの、うん、で、あ、インなんすか。買ってないとこ来るね。うわ、多分このレーサーだと思いますよ。2、3着がずれて、はい、こういう料理だと思います。今回え、僕ザ、2かな。ザモリノ選手はありだと思う。シェフ全員違うじゃないですか。全員違うこと言ってる。やっぱいや、シェフじゃんねえ、人になったんだから。あ、そっか。人デビュー、人デビューだよ。か、宇野選手が行ってのチャンスを逃さない後藤選手で 4-2 とか。あ、4-2はちょっとくぬってなるとこだな。俺、森野さん、まくりはあると思うんだよな。あー、2番の直まくり、直まくりはちょっとあるあるある、はい、ある直まくりある。2-4も書いたい、そしたら、はい、これあれですね、木村さんは誰かになるのむずいっすね。みんなバラバラなこと言ってますから、ね、でもこの2差しのどれか5、6頭になっちゃうね。超大穴。でも確かにこの中に正解がある可能性もありますからね。その嗅覚も、うん、でも2差しだよね、やっぱり。いや、2差しが普通に考えたらそうですよね。このどれかな。いや、あいつイニングしたらなんで言ってるから、これわかんない。確かに、これ何なんだよ、お前。すっすよ、これすぐブレるじゃん。いや、逃げないっすよ。ちょっときつそうなんだよ。あー、ちゃんと出ました。まあ、一応一番いいのは2号手、一応右の方にいるのが2号手、うん、ターン周りで一番上にいるのが4番。いやいいと思います。でその人に1番、3番、5番が固まっていて、まあ1番こんなのが良くないのは6だけど、ただ6番一応上矢印上向いてる、ちょっと今日よくはな、良くなってるかも。なんでやっぱこの辺ですよね。じゃあ残り10分でございますからね、この大レースは一人混戦ですけども、まあ今年の運勢裏の時ってですね、一発目皆さん行きましょう。はい、はい、私2レースはですね、こちらですね、もう2です、言ってた24です。2442の前です。3着は56も入れます。で、23もちょっと45と保険だけ抑えてます。1万円です。今年もよろしくお願いいたします。何があったんですか。いや、なんか人間っぽくなった。大人が大人になりました。はい、もう大人になったんで、僕は子供みたいなことはしません。子供みたいだけで喋り方。僕もさっき言った通り、もうイン逃げのみ1、2差し、2差しでいきます。2だと思うんすよね、ここ。よくわかんない。買えばいいじゃん。いや、一緒は嫌なんで、もう絶対これだけます。いきます。おかしいだろ。はい、私は運試し、っていうのもあって、絞って当たった時にでかくなるように買いました。2の差し差しと、インから124と14の2差後ですね。2人のシェフの抜け目というところでいうと145とかがかなりいいところになると思います。1万円。これも森野選手です。2からの3451345、狙いは25です。25でかい。から穴目いいね。センス順で見ました。あんたこんなんでまくれんの、そのショーク。いや、もうこれをどんどん転がしていくイメージです。まあまあここから始まって、でも、はずいが、ま、転がせないだから倍になってくる。当たったら転がせばいいじゃん、はい、やっぱまくってなんぼじゃん、トップ1になんなきゃ意味ねえよ、こんな。1レース目からお前始まる前に今説教されてた、怒られてた。いやいや、いきますって、大丈夫です。70倍とか分かって分かってるってなんすか。ということでね、新年一発目でございますけど、はい、まあ、今回のね、ご褒美でございますね、まあ、満州万張り、はい、名物のみかん、あ、いいですね、卵織みかん、これね、あの僕いろんなの用意してるんですけど、結局みかんが一番リアクション良かったです、うんうん、まあ、うまいですね。で、1名だけあの、ね、あのスペシャルプレゼントで、こちら。あ、スペシャル T シャツ、はい、こちら、うん、こちら、あのジャスティン・ビーバーの T シャツ。欲しい欲しい。揺らいちゃったもんね。唯一1名だけ欲しい人がいるはずというね。いや、狙おう、ええ、まあ、2か、そう、2、うん、フラグを。いや、もう本当にスタートっすな。4いいんじゃない？ 4、 2はこっから、あ、行ききれんか、これは。あ、4がいっちゃった。4か、いや、こらえて、
あー絞ってきた。こらえてこらえて、あー行っちゃったの。4-2だろ。あー1が耐えた。こらえたこらえた。うわー結果に1。あー2-1。結果に1。2-4なら取れるけど、あー2-1。1だけ勝ってない。結果スーパード本戦。4抜け。2-1-4の体型。いや4まくったと思ったけどな。3でやられちゃった。まくらせなかったね。あ、4抜ける4抜ける。あー1。あー1。あー2。え、どうなった。2-4-5だ。1が転覆しちゃった。転覆。2-4-5。2-4-5って持ってる人います？俺持ってます。あ、だからひも5はいいですよ。あ、木村さんも。おるよ。ひも5はね、ちょっと良くなる。それありますよね。あ、そうあるでしょ。それありますね。ちなみにこれ6をかけてますけど、6でも持ってます？俺6あります。俺もあります。あ、これ6なら結構いい配当。あ、もう大丈夫です。ないです、6ないです。もう決まります。大丈夫もう大丈夫です。2-4-5。あー、まあね、まあまあ、ありましたから。ちょっと当たってんの、当たってもらっていいですか。別に俺が払うわけじゃないんだよ。請求みたいに。あー、もう最初からやられちゃってるよ。まあここはね、転覆点も出ちゃいましたけど、まあ2-4-5。まあでも一応本命でも本命かな。でもちょっといいとこじゃないですか、うん、5番が入るといいって言ったとこですよね。そうですね。はい、2-4-5決着でございます。こちらの2人、おめでとうございます。なんで取れないのかね。いや、わかんないですね。普通に考えたら2-4-5は、はい、だってシェフちゃんと宇野弥生選手外してくれました。そうですね、しっかり。いや、ショークはいいんだよ。いや、トップ守ればいいんだもん。まあ、今日守りの立ち回りの方が面白くないんで、まあ、もう一人で。きちい。あ、そんな使わない。あ、落ちましたね。2570円。10番人気でございますね、はい、よし、これでもでかいっす。あ、1000円ですか。1本あげます。ということで、1本目は、こちらの、まあね、先輩チームが、ね、取りましたと。2人ともね、なかなか、まあまあ、なかなかでございましたけどね。あなた変わったんじゃない。何かですか。運気やっぱ生まれて変わったかもしれない。変わったよ。いや、俺も生まれてますよ。でも、効力切れたね。一緒に立って。ちょっと前だからね。ショーもでも本当、まあ、チャンピオンだけど、うかうかしてると、はい、まあ、全然まくられる可能性あるんでね。だって前回で20ぐらい減らしてますよ。ハグちょっと抑えた方がいいよ。そうなんですよね。抑えたよ。抑えます。あれ今日完全に行きますわ、次。行きますよ。あれ一回喜ばしたんで。先輩喜ばしたんで。行きますよ。今日スーパーロックオン状態。はい、いや、もう行きますよ。スーパーロックオン。状況的だよ。あれを狙って。実際そうです。確かになんだよね。実際そうです。いや、やってます。スーパーロックオン状態。はい、ということで、第3レースですね。今ね、ちょっとね、並びが変わりました。5番の根岸選手が、まあ、新人さんなんで、高速に出ました。で、6号艇の増田選手、大ベテランが5コースということですね。こちらじゃあ、高田選手の陰線でございます。そして2号艇がね、女性の高田光選手、まあ、伸びで有名な選手ですけども、今節ちょっとね、精彩を欠くと。そして3番、牧原選手、4番、長尾選手、で5番、根岸選手、6番、増田選手と。新井光選手の2コースも、ガマゴールでめちゃくちゃ勝ってるんですけどね。光ちゃんはあの結構負ける印象もあるんですけど、差しもね、結構決めるんですよ。でも、コンセプトが良くないってことですよね。うん、なんか大体、節感で見てれば、今回差しそうだなとか、今回まくっていくなとか、うん、今節でいうと結構まくりに行くレース多いんで、ここもそれは狙ってるのかなと。ここでもね、1号艇の高田選手が今節、この中だとね、スタート一番決まってるんで、ここをまくるっていうと、なかなか伸びてないと。まあ、早いスタートいかないと厳しいかなと。1号艇の高田選手もモーター数字は悪くないんですよね、この53コース。ホームページ上だとパワー8。まあ今節着なかなか、まあまあ3着が2本ありますけども、なかなかどうですかね。いや、これ悩むな。あれ、もう決まってるんですか。あれ、マジですか。いや、あとは聞いて、あ、そう、これが当たってる。答え合わせよ。シェフ合わせ。あ、シェフは、あ、私、はい、2ですね。うわ、なるほど。なるほど。彼でもしかも好きなんですよ、中田光選手。もう光ちゃん。もう2を押す。いや、だってさっきの森野さんのレース見ましたね、皆さん。確かに。ね、A1、全然違う。俺も外しますからね。お、俺も、僕も外します。僕も顔気ないです。新潟マンで。俺らの光るしか、もう大きい光るしかいないじゃん。何が高橋さんの番号も。そう思うに光るかなと思いましたね。まくるんじゃないと思って。
2からいや、でもそれはあの展示見るとありえ、ありえそうだ。あれは確かにね、でもそれはしょうがないとしてもう買うかな、僕は。でも僕、長尾選手の方が気になってきたな。長尾選手もまずまず5号艇から3着2本あるんで、うん、マリさん僕も1、3に、まあ、セブンを取ます全力。はい、そっか、俺1、3も考えたけど、マリブがその全力で行くってなったならもう外した方がいいよ。ああ、そっか、俺が取った時に差が、まあ、確かに確かに、はい、確かに。多分僕ビリだから。あ、まあそっか、相当ビリだもんな。今日あれだな、なんかロックオンだな。なんで自分で言っちゃったんだろう。本当に結構差ついてたから。そうなんですよね。いや、ここはだから、まあじゃあチャンピオン賞が何かを聞きましょう。僕は1点1点。え、ちょっと自信あるんすよ、ここ見えちゃって。じゃあもう言っていいよ、その1点。いいですか、聞きたいよ。234です。234、まあ、あ、ヒカルちゃんがまくってついてきたみたいな。見えてる、まあ、あるじゃん。もう本命ですけど、うん、じゃあ3人で。それだわ、234、23倍。それだわ、それだわ。まあ普通にそれだわ。ああ、24にもならないかなと思って。じゃあ2人行くんだ、そこ。ただまあ気をつけたいのが、結構ヒカルちゃんがまくっても1番がさらっと残る可能性もあるかなっていう。21行きます。どっち残るの？変えたの？で、見えたって言ってんの？いや、だってどっち？すごい。変えたの？どっち？何？いや、残るんですよね。分かった。増や、そうなんですよ。フェーズ増やすの？ちょっと変えたの？いや、21に変えます。え、何？緊張してるの？ちょっとしてます。してますけど。若干してます。一旦訂正してほしい。見えたっていうの。見えた、見えた。俺らも分かんないから。確かに残るイメージあるなと思っちゃって、今。さあ、2点ですね、バージャー。いや、そうだよ。いやー、2点多いんすよ、これ。シャッ、かっこいいチャンピオン。え、ニヤタマは買わないんですか？どうぞ。どうぞ。え、皆さん、一人も A1 っすよ。僕でも A1 って意味わかります？だから、いや、わかりますよ。でも、俺でも長尾選手かな。中田ヒカル選手が作った展開次第でどうなるかですよね、だから。サシもあるんですよね。サシ。うん。なぜ？サシもあるんですよ。なんで？まあ、多分6点とか8点とか、ね、そんな絞ってる。え、マリブ、はい、あ、マリブ強くいくのは向きになってますよ、2レース目から。いや、向きになってないですよ、別に。大丈夫か、冷静になった方がいいって。いや、強くいきますよ。大丈夫だって、1回花持たしたの2人で。いや、違うんだよ。はい、ここはシャバだから、早いシャイで。そっか、シャバってなぞ、別に。そっか、ね、いやお前なんか今日、お前今日俺らの新幹線より早く来てたよ。あれ豊橋の喫茶店にいますって言ってた。そもそもあれ小玉だから1時間多くはんだよ。ああ、確かに確かに確かに。なんか理由が2時間ぐらい家入るみたいな。出たってこと。違うですよ、だからたまたま早いの取っちゃって間違えたって。いや、で、あ、でも小玉は別に空いてるから行ったり来たりいいやって思ったんですよ。正直何よ、お前きつかったんだろ、ずっと正月から家にいるのが。早くシャバ出てえなって思ったんだろ。いや、鈍行か迷いました。鈍行だったら5、6時間かかる。朝6時の鈍行か迷ったです。で、こだまにしました。だ、幸先いいスタートの2020年切れました。私3レースは、長尾選手推しで、1441の、2サロですね、5を切った、とこと42の136、まあ、4ですね。4を押していきます。9戦です。はい。今年もよろしくお願いいたします。失礼します。しっかりしてるなぁ。大人になります。全部やるんですか。僕はもう T シャツ狙いです。こっち、234。あ、少子貫徹と言いますか。4。はい、降ってきた方で、もうまくり。2まくって、普通によくできた234、1番。それ、ちなみに取ったら26万。26万？本当にすみません。ちょっと、きつくなると思うんですけど。頑張っていただいて。さあ、私は、収録に集中するために、小玉で来て、しっかりとこうレースを勉強してたんですね。なのでそれを生かす回目ですね。2がまくろうとして1に張られて1、3になるというところ、1、3、4に万張りいってます。はい、ここ取れればだいぶ近づくんじゃないかということで、すごい、ちょっと金額いっちゃいましたね。1万9000円いきたいと思います。一筋縄じゃいかないと思うんですよね。広く買いました俺。34頭で2346の1234、これだけ切りました。はい、最後だと思います。
何したの、翔君。翔、二刺しです。二刺しに、初志貫徹で。1点はい。おろ当たりって1点しかないですから。かっこいいなずっとね、この勝者って言う途中、2-1って言い始めたから、それだけだよね。一瞬でね、あいつに、あいつに芯はないです。一瞬でやめたからね。ふにゃふにゃなんですよ。でも帰ってこれたんで、ちゃんと、2-3-4に帰ってこれたんで、はい、よかったね。さあ、それでは第3レース。いけるいける、スタートスタート。あー、どうかなー。いや、いけない。いけ、これは伸びる。3が伸びる。3がいってる、3がいってる。伸びるか。ただ、こっから行こうとする。行こうとする。あー、行ききれない。ダメかー。あー、行きだ。ダメ。2が6だ。2が頭じゃない、6だ。その感じの 1-2? こう、1-2か。うわ、逃げた。1-2の字。あ、美味しいな、1-2。ちょうど3の邪魔にだけなっちゃったな。6絡みにはなったけどな。まくれない。ただ、これで。いろいろやり合って、あー3、1-2-6だ。これを持ってる方はこれないです。いない。届かんかったか。ちょっとね、まくれそうな雰囲気もあったけどやめましたね。そうっすね、うん、で、やっぱ回り足きつい、差し込めない。あれ3からするとめちゃくちゃむずいっすよね。そうね、何が言ってんだ、バカや。本当にまあな、無理だよな、はい、何が見えたっすか、恥ずかしいっすよ。恥ずかしいっすよ。ちゃんと反省すんだね。しました、もう本当に恥ずかしいんだね。本当に反省してないですよ、多分。はい、3分経つ、はい、忘れた。多分次もまた1点買うと思います。いい、忘れないです。いや、もう本当に1点良くないです。良くない、はい、やめる。さすがにそう、良くない。ちゃんと反省しろよ、お前。はい、もう反省します。自分で言ったんだから。まあ、ここ 1-2-6 決着、しっかり2番まくれず壁になってしまうっていうところでしたね。いやー、一番これはまあでもしょうがないです。あー、ちょっとなかなか難しいですね。これはむずいっすね。さあ、ということで第3レースはなかなか難しいレースになってしまいました、うん、切り替えて第4レースいきましょう、はい、さあ、こちら川芝選手、尹選手、そして上本選手、そして原選手、大沢選手、伊藤選手、吉永選手、ここ A1 は5号艇伊藤選手、非常にスタートも早い、まあ、有名な A1 選手でございます、うんうん、で、まあ、今節もね、しっかりと着取っております。ちょっとなんかあれですね、皆さん、あの空気が重いですけど、まあ、基本もう元気ないですよ、なんか元気ないですよね。どうした、なんか空気が重いな。いや、もっと楽しくなる予定だったのになって。どうした、負けて2回連続外れちゃったっていうんで。結構負けてるもんね。そうだそう、3万ぐらいいちゃって。でもそんな時間ないよ、地下に戻る。いや、楽しんでもらえる。地上です。地上です。いや、いい地上です。地上です。え、なんかあのサウザーみたいに下でぐるぐる回してる。あれ、あれやってるわけじゃないですよ。楽しく、楽しいですよ。帰った方が楽しいですよ。チョコあればいいじゃん。絶対帰りたくねえだろ。仕事ですから。あ、後泊しますなんかすげえ欠けて。やばい、やばい、欠けたいフェーズに。ダメだ、危ない危ない。だってなかなか飲んでる最中に子供風呂に一旦帰ります、風呂に言うために一旦帰りますよ。やばいいことだけどね。いや、偉い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 。鏡鏡見習いバカ野郎ね。はい、こういう、こういうお父さんもいるんだぜ。嫁のお父さんが風呂入れてて俺こうやって見てお前だって噂だったぞ。お前子供生まれてすぐの時、奥さんの実家行った時、お前プレス持ってったんだろ。なあ、プレスだ。うわ、事実です。やばっ。ちょっと木村さん、嫁さんの実家の仏壇の横でダンクしてました。それはやばいって。やばい、木村さんといるとどんどんめくれてくる。締め切りになっちゃう。そうですね、考えてからしましょう。ということでね、天地タイム出ました。こちらやっぱ5号艇伊藤選手一番のけ、はい、やはりいいと、うん、スタートがやっぱり決まって選手ですから、伊藤選手いいんだ。5番からの行きまくりあるんじゃないかと。伊藤選手怖えな。僕が狙ってるのは原選手。原選手、はい、全然行こうかなってここ思ってます。原選手もね、ちょっと今ね A2 ってことですけど、バリバリ A1 で記念も出てましたからね、うん、原選手ね、2、3年前は。まあ、ここはじゃあね、勝負に聞きましょう。じゃあね、まずはここはイージーですよ。出た。どっからどっから俺ディフィカルなんて聞いたことないですよ。ディフィカルだって英語知らないかったから知らないのよ、はい、135です。135、さっき俺に言ったとこだった。一番人気だよね。あ、一番人気ですか。でも一番人気だけど20があります。そんなつくんすか。はい、そうね、ここ美味しそうなんだよ。ここじゃないですか。そこはね、マジでありです。
はい、僕原選手を押そうと思ってて今ちょうどチャート出たんですけどピョンピョンしてます原さん。あらうわー、まあ、でも1、3、5だからありですよね。1もいいんでやってほしい、うん、ちょっと待って5番下矢印よ。いやでもじゃないですか下矢印、下矢印まである。え1、3、4もありですよね。これ1、3、4、 1, 3, 4だ。全然ある。1、3、4だわこれ。いいんすか。もう1、3、4にします。いいんすか。決めた。はい。じゃあ俺1、3、5買おうかな。5いきます。はい、4にします。これ1、3、僕4です。4です。4、1、3、5です。いや僕は3頭です。じゃあ俺1、3、2かな。1、3、2。じゃあ俺も1、3、5で1点いくか。みんなそんな1点でいくの。さっきあんなに難しいって言ったのに。6しか空いてないじゃん。6っすね。あでも6じゃちょっと買っとこうかな、満州だし。本当だ。1、3よりいいかも。16倍です。俺もね、5番より4番のがこのなんか予感があるな今。タクダラミにそうな、うん、俺らしか喋ってないけどね。これ多分外れます。もうはい、そうだね。もう切っていい。はい。ちょっと危ないですねこれ。俺らしか喋ってない。これ相当危ないですね。もういいから。もういいか。はい。はい、というわけで4レースは僕3頭です。原選手推しでいきます。3、1、4、5、前と、1、3、6をこれはあのみんな1点ずつ1、3を選んでたから6は1、3で返しときました、あと3、4の1、5をちょっとプラスして1000円で1万5000円でございます、まだまだ寒い日が続きますので皆さん風邪ひかないようにあったかい格好して過ごしてください。大人、はい、何だ、大人や。初めて。ここはマジで勝負レースです。見えました。1点、1、3、4。でこれはあの本当に変なの抜きで自信あります。すいません本当に失礼します。マンバリ1、3、5です。ここはうわ、そろそろ僕のターン来てもおかしくないんじゃないかなと。で来た時に弱い針だと一番やばいと思うんで、むしろ強くで、5頭にて、5、1、6、1、6、せーの。これ外すと、ちょっと奥の手を発動しなきゃいけないんで、できれば発動せず、いかないといけないと。これ、1、3、2を1万円。あとね、17枚、17枚だけ。2をちょっと集め、変えました。1、3、4、5の2の前、あと2頭の1、3、4、5の前。2です。2です。あ、ひよってるやつやこれ。ひよってないっすよ。当ててこう渡しますから。これやりたかった。これ記念船券の類で。マジっすか。あ、もう当てようとしてない。まあ、でも当てないと多分ずっと言われるこれ。今日。お前のペリカ買ってやるよ。円に変えてやるから。まあ、家でペリカ、家でペリカって。うちに返すけんね。子供風呂入れと500ペリカもそうだ、だから買い物だ。そうだ、そうだ、なるほど。あ、毎回帰ってる理由、一日も無駄にできないです。もう誰も結婚したがんないこれ1、3であれば誰かが当たるというところですね。1、3、6来たらめっちゃ高いでしょ。はい、僕万は買ってないです、もちろん。全然安く買ってますけど。え、十分です。余ってるやつですもん、だって。いや、ちょっと、じゃあ俺も、いくらですか。1000円ですよ、1300。ダサっ。何倍じゃないですか。待て、ダサバですよね、1万円ですよ。1万円です、1万円です、1万円です。俺も1万円です。じゃあ選ぶ切り身、よこせ、何決めた後に何か余ってるか買えばなく。わわわわわわ、いなくていいじゃん、こいつ。とりあえずこのレース終わったら話しよう。次のレースやろう。やろうか。やろうか。一三来い。何なり一三六来い。なんかムカつくやめろ。来るな。三頭取れ。三頭取れ。まず一番が言ってくれるんですね。いや、三いけるべ、これ。あれ、二番めっちゃ幅取った。二もいい。二がめっちゃ幅取った。やばい、こらえてね。三いける。いけるいける。逃げられれば、逃げられれば、1が3、5、1、3だ。よっしゃ、よっしゃ、ジャニー、よっしゃ、よっしゃ、ジャニー、ジャニー、ジャニー、4、1、3、2、頑張れ、4差し回って、4差し回って、4だよな、4だよな、4です、1、3、4、きつい、伊藤さんきつい、で、3が差す、うわ、原選手うまい、うわ、4がうまいかも、やばい、2だ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 、
にに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 よし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 またやられるのか抜いてくれよし木村さんにまたやられるのか抜いてくれ頼むこれ木村さん1番でしょ1番やばよし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 できたなできたなできたなこれなよし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 またよしまたか1三だようわーまずいまずいまずいこれダメできたよ完全付けての1三にできたよよし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 安全に行く安全に行くうわー1戦2だよし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 やばいやばいなんで絶対こうなんのマジか全然ダメだマジかうわすげえおめでとうございますこれでもシェフしっかり外れんなやっぱりいやつきますよこれ高いもんこれね正直この中では高い方ですよかなりいやいいとこいやー1戦2おめでとうございますありがとうございますマジかまあ、されたまたバリブー10倍ぐらいかなねえ、まるちゃんうわーあーったーはぁーこれはね、お見事っすよ15万9000バックはっかいやーやはり木村家のここにありやるか、マリブいや、もうこれもうやるか、次やりましょう負けてらんないですよまた1000円 1,3,6,000 円悔しい悔しい悔しいさあ、ということで第4レースは木村さん見事にマンバリヒット、はい、ありがとうございますいただきます4レースと2冠、ね、も獲得でございますチャリにおかげよ1,3,4 1,3,5 しかもう 1,3,2 しかないもんねなんだろうねでも1万円前のこっちなの 1,3,6,000円だからああ怪我がね少ないですねうまいよちょっとマジで頑張ろう。ここ抜こうよ。そうですね。いや本当2回連続で木村さん独断調じゃもう黙ってないよ。大釜チームもね。ちょっと本当に俺本気出します。おついに、うんはい、ついに生まれる鈴木が。ごめんなさい。バックから読め出すんじゃねえだろ。読め出すの？え？じゃあやめてほしい。じゃあやめてほしいんだけど。こっちも何も言えなくなるよ。怖い怖い。出てきたんすね。術。パワーストーンです。パワーストーンですね、はい、これ半端じゃないやついいこれイッチーさんから紹介してもらったやつね、はい、私が非常にパチスローの星がある時にもう神頼みしかないということで東京の小網神社の数珠これ僕ら番組でみんなで買ったんですよほうそっからみんな連勝が止まらないみんなプラスですマジはい俺ね、ま、下北沢にさパワーストローができたの、はい、でバーってはい、はい、お金の幸運の石とか並んでて、はい、ミスケで滑るだぜパワーストーン並んでるんだよ一番あるところがちょっと一番あるところそこと一緒にしない違う違う違う神社神社そんなじゃないらしい神社神社ないらしい平日に300人ぐらい並んでましたね並んでるそうなの超有名スポットとかねこれで間違いショーのそれもそうなのこれもそうですそうみんなつけてるからお前もつけてたのはいこうかねえかよこうかねえだろじゃん1本なんであ、3本つければ3本つけてますからそうですよ1人だけ3本買いますからそうですわかりました、わかりました、はい、これで流れ変えますはい、ということで皆さん前半ラストということでね第5レースいきましょう東選手、いいですそして大見選手、大塚選手小川選手、末永選手、広津選手というメンバーでございますこれも難しい、今日なんかそのこの人が1号艇で逃げてくれるだろうって人があんまり置かれてないレースじゃないですか、だからこの東選手もまあ逃げ率 40-50% の選手なんでこの A1 を背負ってどうかなさてここなんとかねなんとかまあ番組の勝負もありますけどやっぱり木村さんにね一矢報いたいっていう、勝ちたいねもう前半でもうねこんな取られちゃったらどういう顔なんですか本当にいや俺は抜いてくれ俺も基本にしてくれれば多分3人ならトップに立ってるそう確かにこのずっとそうなんですよ、ね、そうなんか、ね、なんかペースメーカーですよそうマラソンとかで、ね、あそうねあの、うんうん、抜いてそうですね。そうですね。ペースメーカーが1位になるマラソンとかもないですもんね。ない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 。確かにそれはおかしいよね。みんなのために走ってる。いやそう自己犠牲だよ俺。ありがとうって。よう喋りますねなんか今日ね。15万取って。さっきの相当気持ち。相当気持ちさっきの。まあここで大見選手2コース非常に強いです。8点あります貯金10走。この1番に対して2番がまあ差し押しマックス強し。こっからの展開。ただまあ2,3,5っていう目がもう一桁台。まくり目の2,3,5が一桁台。イッチーさんは？僕はね、これ非常に難しいんですけど、やっぱり2番のまくりってなりますね。2,5とかね。ああ、それはあり。この辺行きたいかな。点数も出ました。5番がやはり一番時計。足はいいんですよね。6.69。そして4番が8.9。かなり悪い。小川選手はちょっと厳しそう。
じゃあ、チョー君はどうですか。僕は5頭かなって思ってたんですけど、いいよ、5156 56? あー、なるほど。56、すごいね。56、1000倍クラスあるの。あのタイムも、あんだけ出てたら、ね、いけんじゃないですか、うん、突き抜けて。木村さん、どの辺を。35かな。あー、え、3、わかる、わかる、わかる。そこで、ね、俺も23の5で悩んでたんですよね、はい、どっちか。で、イッチーが言ったから、2きついのかって。でも3、2きついのか。俺はむしろ2切ろうと思ってたんで。はいはい。チャートも出ましたね。チャート3と5がやっぱ伸びてる。あ、いいね。3、5、3、5に変える。はい。今日3、5に変える。3、5に変えるのはね。いや、あの、木村さんはいつ、まあ、見てたら分かるんで、ちょっとバカじゃないですか、はい、あと、これも足しときたいです。プライドもマジないです。いや、本当にないんで。ないんだよね。全然変えれるんです、ああいうの。これ3、5いっちゃうんですか。俺が3、5、3、3、5を買うって言うんじゃないよ。3と5がいいねっていう話ですよ。でも5、3もあるよね。5、3か。あ、でも5、3もさ、いいんだよ。5、3はありっすね。5、6、3とかもいいっすよね。5、6、3いっちゃいない。つか5、6ならもう、まあ、全部買っといた方がいいよ。5、6、3いって、ね、1万いったら多分めっちゃかっこいいよ。ガマホーリーのお金全部くるよ。いや、ガマホーリーのお金来ます。とんでもないよ。5、6、3万バッター235万だ。5、3、6やと、でも帯か。あ、まあ、5、3、6もそうだね。5000円ずつでもいいんじゃない。じゃあ、いや、ちょっと弱いっすね。弱くね。持ったことねえだろ、その金。当たってないんだよ。持ったことねえのに弱いとか言うなよ。見事ね、まあ、木村さんにやられたじゃないですか。はい。俺ら黙ってらんないですよ。どの世界戦でもどこでもあの人にやられてますよ。はい、倒しましょう。倒しましょう。やってろ。235、253に万張り2点。素晴らしい。はい。と2552の全。あるな。素晴らしい。で、翔が言ってて、翔がそこあえて外してたから、全満州の56全部1000円ずつ、はい、全部で32000円。まあ万張りでやっぱちょっと一回当てないと。同じ土俵には立てないと思うんです、うん、はい、まだまだ寒い日続くと思うので皆さん気をつけてください。バリエーションはねえんだよね。、はい、僕もちょっと頭きました。やってあります。ここです。516561、うん、561が来たら253万です。よっ、さすが。516なら150万です。下がっても帯だと思います。それはすごいわ。これで一発。それはやっぱチャンピオンならではの解明ですね。はい、もうここはちょっと強気に2点、はい、それ取ったら優勝だよ。もうお前だよ、はい、もう決めてあります。うん、やばいやつだ。音がすごい。やばいやつだよ。すごい音。お金の音ですよこれが。135、153、315、351全部5000円ずついった上で153に万張り。あ、なるほど。2万5000円です。153、50倍来ちゃったかな。まあ40万クラス、ね、やば、いきたいと思います。今回ちょっとあえて花を持たせるので万張りは控えました。235、235ので3着に一応入れて1235で1000ずつ12点です。取ってね、そのマンバリのやつ俺あえて控えたから、はい、マンバリ取ったらちょっとだから同じ投票立たせてください。認めてください。そうそう、ね、だあえて控えたから、はいはいはい、お願いします。それはちょっと落ち上がったな。5頭160万と260万です。すげえ、すごいな。すげえな、ね、キング。帯隠れてもこれ、ね、そうだね、はい、もう下がんないんで、ね、さあ勝負。遅れなそうだな。1頑張れ。4も遅れないで踏み込んで。いや遅れだめ。2いけるべ。あ、2いけるべ。いやー、まくれまくれまくりいったろ俺。持ってくれ。あ、刺すか。持たしてくれ。刺すか。持たしてくれ。25だろ。25だろ。いや1か。1はやめてくれ。21か。4が来ちゃったよ。215はない。4も来てる。21か。215普通に刺した。いや215はないんだ。普通に刺した。いやまだわからんべこれ。214だと満州なんだけど。え、14だと満州。25になるんじゃないこれ。215、215、215、215。惜しい。215、そうそう、251だよね。251ならでも全然高いからまだ
プラスにはなる。2号になるんじゃないか。あ、ダメだ。2号になるでしょ。ならない。あー、21号だ。うわー、俺2号1持ってんだよ。僕も持ってます。あ、もうそっか、持って、まあでもいいっすね。まあここはいいな。はい、2号はなんかもう1っぽいっすね。シェフが最初に言った目だからね、2号はね。で、やめたんですもんね、買うの。うん、そう。めちゃくちゃいい。だまだわかんないこれ。確かに。あ、抜けないか。抜けないっすか。あ、ちょっと浮いた。あ、でも並ぶ。うわ。いけ、さ、かかれ。これは来てる。かかれ。かかってる。かかる。いや、うわー。惜しい。いや、でも、あるかも。先に回って。回れない。いや、ゼロじゃない。あ、ある。2号ある。2号ある。お、あ、2号ある。あ、おお。やばっ。え、いくら持ってるんですか。1000円だ。俺も1000円。でも意外とオッズはいいですか。そのすごいことないけど、全然いい。いや、5000円だよ。まあ、もしもし、ありがとうございます。はい、いや、やっぱさっき取られてますからね。いや、おめでとうございます。なんだよ、戦えって。面白くなるって。心が折れたんじゃないのか。びっくりだな、なんか。めちゃくちゃ勝ってますね。それはよ。いや、買ってますよ。え、いくらぐらいですか。18万ぐらい買ってますよ。 18? いや、だからペースメーカー早いっすよ、早いっすよ、ペースメーカー見えねえっすよ、ペースメーカーが。皆さん、これを隠れて、来い、来い、もういい、もういい。あ、あるえ、禁断の奥の手がもう一回あるんだよな。うわ、